お疲れ様ですまあね稼がないけんすね、まあ、お金が入ってくればビジネスじゃなくても何でもいいんですけども私は今年ねあの1月に仕込んだあの改めて仕込んだ暗号通貨が今含め益をかなり上げてるんでこれを決済すれば <laughs> 軽く今年の年収ぐらいできるなみたいな形になってるんですよね、うん、でそうなってくるとそのセールスをするよりも自分一人で 投資の方方やった方が、まあ、効率はいいなと思うんですよでその反面投資でたくさん損してる人がいるんだろうなっていうのも日々感じますね以前私もそっちの立場だったんでね何かでトレードをしたりとか何か投資商品買うたんびにまあ損切りっていうか敗北するわけですよでお金がなくなっちゃまたビジネスやってみたいな感じでしたけども今はどっちかっていうと投資の世界にいればまあいろんなお金が集まってくるみたいなね誰が払ったか分かんないお金ですよ ビジネスってのはお支払いくださった方ってのが明確に分かりますしね。で、その人に対する思いもすごく出てくるんで、ああ、やっぱりこう、幸せになってほしいなと思いますよ。だから、私の熟成さんがね、何かコミュニティをやってる時ってのは、めちゃくちゃ応援しますし、私自身がそのコミュニティにね、入って結果を出すようにやりますけどもね。まあでも投資ってのは別に誰が、 その私の収入を作ってくれるのか分かんないですねまあだからこそもっともっと投資にね冷酷になれるのかもしれませんけどね、うん、いやでも親孝行も金かかりますよね私自身も両親にお小遣いあげてもうね何年にもなるんですけども7年ぐらいになるのかやっぱりお小遣い毎月毎月あげてしかもやっぱこう外食によく誘うんですよ週に1回か2回かねやっぱいいものを食べてもらいたいんでやっぱねすぐ1万ぐらいかか,かりますね 本当すぐですよ。そう考えたらその自分の家庭も養ってるしまあ、両親に対してもそれぞれあのいろ,いろやってるしってことを考えると。まあ本当にね。見栄を張るのも金かかるなと。でもその金が払えるから見栄も張れるなってところですよね。で、しかもやっぱりこうね。あのオンにはオンで返したいじゃないですか。自分の。青春時代っていうかね。20代30代を身をこにして。 私という子供を育ててくれたわけですよ。来る日も来る日も、うん。まあね、今、一本立ちできるようになって、ああ、報われたなと思わしたいなと思うわけですよ。やっぱ親父としてはね、同じ立場としては、親としては。うん、あまあね、いろいろありますね。何言っても金がないと何にも話がなんできないんで、だから金をつかまないといけないっていことですよ。で みんなでお金が稼げるんだったらこの国の GDP っていうのは勝手に増えますからねだから GDP が成長してないから私たちの稼ぎが悪いんじゃなくて私たち一人一人が何でもいいから稼がなければその合計としての GDP が落ち込んで、えー、なかなか行き届かないところが出てくるのかなっていうところですかねまあこれも結局ね私の立場だから言えるんですよだだから私はまだね 何もなってなかったら多分こんなことを言えずに政策が悪いとか世の中が悪いとか不景気が悪いとかになっちゃうんですよね。立場によってその納得できる理屈っていうのは変わってくるってことですよね。うん、今日も行ってみましょうか。